こんにちは、ひまひまです。今回はですね、あ、ママもいます。ママです。で、今日はですね、はい、原宿に来ました。久々の原宿。全然原宿感ないんだけど、ここびっくりするほどないよ。でも原宿なんですよ、ここ。そうです。で、今日は原宿で、いろんなお買い物をしていくと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで、私は今なんでこんなに滑舌が回っていないかというと、劇的に眠いからです。で、なんで眠いかというと、昨日調子乗って、まあ、今日はあんま勉強しない日だからね、寝なくてもいけるわと思って、あんまり3時に寝たんですね。今日とある撮影があったんですけど、それの帰りなのでめっちゃメイクが濃いです。でも今日このとある撮影でもね、眠くて眠くて、ひまひまちゃんすごかったです。はい、お腹が空いたので、ママ早く、はい、とりあえずご飯食べます。人が多すぎる、やばい、マジでやばい。人が多すぎる、いくらなんでも。マジでガチ人多い、本当やばい。ご飯を、はい、食べましょう。お腹空いた、本当に。何しよう。ご飯。でも今日さ、いちご飴も食べたいんだよね。そうだね。サポギも食べるし、またいっぱいある。リボンもサンダル可愛い。どれ？可愛い。あ、本当だ。ね、可愛いよね。あ、見て見て、可愛いんだけど、合わせ方が分かる。こっちの方が可愛い。どれ？あ、可愛い。いくら？3800円。すごい、みんな可愛い。可愛いんだけど合わせ方が分からない。こっちはちなみに2700円。お安い。期間限定セールだから ね、 ね、可愛いと思う。私、ね、めっちゃ可愛い。可愛い、超可愛い。ね、自分のジーパンに刺繍つければいいんじゃない、こうやって。違うよ。はい、中に入りました。まずはどこに？ご飯の前に。ガチャガチャの森です。しかもすごいやりたいのがあったんだよね。そう、じゃあこれやります。いきます。やばい、マジでこれが出ないと意味がないで。わかる。いきます。ヒノきた。ヒノ、ヒノ、やばい。やっぱね、ヒノちゃんは私の方が一番好きなんだよね。じゃあ次こっちじゃない、これ。え、それもいいんだけど、でもアイスバージョンだからね。違う、これキャベツサラダしたいなって。あー、パパに出してあげるよ。あー、キャベツサラダっすね。うん、出す。いきます。でもね、私これも欲しいんだよ。見てこれ、指輪。まあさ、可愛いのがありすぎてこれ。こっち玉ねぎ太郎。でもパパ、玉ねぎさん太郎。よかった、ほらいい感じ。はい、お土産です。はい、ありがとうございます。はい、ガチャガチャに3つ入れる親子。違うのよ、これ目当てで来たんです私。で、見つけちゃったんです。これがいいでしょ、本当は。私好きだもんね。でもこれで買えてもいい。あ、まあね、もうこれがいいんでしょ。そう、めっちゃ指輪ありすぎ。こんなね、こんにゃく指輪とかもいっぱい。マジでお願い。待って、今日神引きだわ。今何？いちごバイク。やっぱいちごって一番欲しかったチャット1回取って。やばい、ガチかわいい。これ蓋あるじゃないですか、開けると。意外と大きい。やばい、ガチかわいい。じゃあ、かわいい、全部かわいい。はい、じゃあ、寄り道を。そうだね、裏半端みたいなところに出たね。じゃあ今から本当にご飯食べよう。本当にご飯食べに行きます。はい、食べてから買い物します。はい、ここじゃない？うん、そうだよ。来ました、でん。いや、なかなかですね。これは違います。ロンゲスなの、ロンガーです。何味にしたの？これはバーベキューですね。うん、いただきます。あ、これ早く食べないとさ、伸びなくなっちゃう。じゃあどうぞどうぞ食べてください。チーズドッグ、はい、いただきます。すごいついてたのにさ、急に混んでるよね、今ね。革命。やっぱりこれになっちゃダメ。私も食べたい。食べるけど。いただきます。気をつけて熱いから。
あれザクザク、うん、あれうん、おいしい。はい、食べ終わりました。ごちそうさま。あ、もういいよ。お腹いっぱい。ロンガーだったのに。はい、次はどこですか。次はスピンツに行きます。はい、こちらです。やっぱ流行ってるんだね。じゃあ次、はい、行きましょう。ああ次、なんかもうさ、さっきお腹いっぱいだったじゃん、うん、でも歩くじゃん、お腹空いてきたね。私バナナスムージーが飲みたい。えータピオカじゃないの。何か美味しそう、みんなさん飲んでる、美味しそう。ほんとだ、こんなのできちゃう。なんかいろいろあるね。はい、で買ってきてもらって、はい、ね、次はまずはどこへ。次はとあるところは全部が。じゃあ皆さんちょっとお楽しみに。はい。じゃーん、ウィーゴー。そう、行きましょう。はい。行こう。ねえ、何これやっぱり。平成？平成のね。うん。昭、平成の昭じゃないや。平成が流行ってんだって、 Y2K ほら。だ Y2K すごいね、かわいい。ここら辺見たい。見て、あ、あった。私これ欲しいんだわ、ね、アームカバー。ちょっといろいろ見ていこうか。はい、うん、見ていきます。一緒だな。え、え、一緒だな。全く一緒、全く。見て上、一緒だな。はい、あ、痛い。これは違う、レトロガールだこれ。ねえ、ひまちゃん、こういうの今流行ってるの。あ、知ってる知ってる。すごい可愛いと思ったの。これでしょ。うん、あの、ちょっとも、ママ好きそう。どれ。ママ好きそう。ねえ、大好きだから、こういうの。いくら1649円だって。ちょっと違う。なんか今頭でかいからかな。ちょっとね。どう、おしゃれ感。ああ、なんか可愛い。そういう感じの方がいいんじゃないの？ぽい。うん、ぽいぽい。変装してるっぽい。全然しなくて大丈夫なんだけど。全然大丈夫。違う、ちょっとかっこいいじゃん。変装してる感じ。さっきよりちょっと浅い感じだね。こっち向いてみて。欲しい。ああ、そうだね。貸してもらえ。あ、おさきちゃんがいる、あそこに。ピンクラテのとこに。あ、違うよ、半丸じゃないよ。半丸じゃなくて、あの、ピンクラテの動画にいる。あ、ほんと？私も待ってます。はい、見てみてください、はい、じゃん。じゃーん、ウィゴーです。しかも、なんと、なんと、なんとセール、セールで1000円のものが、さらに200円引きになって、3着を800円ずつで買いました。あー、よかったです。すごいお得ね。なんか買いに行きます。食べに行きます。なんか食べに行きます。はい、なんか食べに行きます。はい、じゃあどうぞ。人通りが多くて恥ずかしい。どうぞ。はい、なんかマックス村井さんなんだよね。あ、そうなんだ。多分買いに行きます。お持ち帰りしますか。はい、待って、今がずっと欲しかった T シャツが売ってるんだけど。どこに。嘘、そこに。ガチ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 。え、どこに売ってんだろうなって一年中探し回したんだけど。え、どういうこと。どれ。あれ、超可愛くない。可愛 い。あ、これ、はい、結構可愛い。いいじゃん、これが1000円。なんかおかしいなと思ったんだよね。いや、やけにね。あれ、ほんと可愛かったんですよ。で、買おうと思って、レジに持ってこうとすんじゃん。うん、あれってなるわけですよ。よくタグ見んじゃん。なんかゼロ1個多いな、みたいな。1万1000円ですか、はい、高い。じゃあね、はい、あの、見てね。目だけ保養して。ね、目だけ保養とかひどいんだけど。はい、また来てください。そんなお金持ちじゃないからさ。あの、1万1000円の服買うなら、
1000円の服10枚欲しくなっちゃうんです。いやでも違うね、1000円かと思ったのにさ、どうしても欲しいんだけど、私には今ね欲しい日傘があるから我慢して。まあね、しょうがない。はい、いや、いちごダスク買いに行きましょう。じゃーん、買ってきました。てかこれさ、大丈夫なのか、持つのかな、熱いじゃん。もうだから帰るしかない。やだやだやだ。じゃあなんか寄ってから帰ります。あとタピオカとグミ屋さんと、まあ、いろいろ行きます。じゃあ行きましょう。アイスも食べたい。初めて行くんだけど。初めてのタピオカ屋さんだね。うん、え、ガチ、あ、すごい綺麗、広い。ちょっとここで食べたい、飲みたい。たんですけど、あの L サイズしかないんだよ。そういうことなの。ラバニラでかいんだ。だから100円。じゃあもう少し出来上がるから待ちましょう。はい。来ましたか。え。って。え。誰が飲めるのこれ。でかいってこと？でかすぎる。初めてだったかだからね。なんて初めてだった。はい、そう、なんてね、初めてなのよ。なんか丸ごとオレンジティーみたいなのにした。うんうん、いただきます。マジでね、これ美味しかったらさ、ごくごく食べちゃう。あ、すごいすごい。うん、美味しいよ。美味しいんだけど芋感がある。で、なんかタピオカが無味なのでこれは注意です。でも美味しい。あー、ヘトヘトです。はい、今どこに行ってきましたか。サンキューマークです。なんかそう、変わった。いや、入れ物は変わってないよ。袋がね、ちょっとアレンジ変わったのね。2点ですけど、欲しかったものが買いました。いいえ、いいえ、いいえ。あ、やばい。はい、こんな感じで上がっていきましょう。はい、じゃあ最後になんかどっか寄ってね。はい。え、まだ寄るの。はい、ということでたくさん買ってもらいました。またこれはね、別の動画で購入品紹介として紹介するのでぜひ見てください。はい、ということでですね、今原宿から帰ってきたというか、今原宿なんですけど、今から帰るところです。今の時刻が5時半です。まあまあまあ、お家帰りちょっと寝てからまた勉強スタートしたいと思います。今日勉強時間0時間なので。まあでもたまにはね、息抜きとして原宿来れてよかったです。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。帰ります、帰ります、帰ります。はい、バイバーイ。楽しかった。しかもひまさん聞こえそうと思ったら、なんか思いっきりギーとか言い出しやすい。めっちゃすごい上手。絶対注目集めちゃう。